とにかくね、規定で13位からですね、フリーはもうダントツのトップということで第3位に躍り出てね、日本の皆さんが全部で応援しています。今日はエキシビションでやりますが、さあどういう演技を見せてくれるでしょうか。曲はボトリアの店。高いダブルアクセルですね。トリプルチャーリー。ああそうですね。見事です。鮮やかなコンビネーションスピン。ジャンプだけではなくてスピンも非常にスピードがありますし得意です。トリプルルーツだったんですけどね、試合では決めました、はい、とにかくこの人のそのスピード、そして高さ、自分の背丈ほどこう飛ぶような感じがしますね。そうですね、外国の選手が伊藤みどりのことを津波だとかあるいは UFO だとかですね、なんかすごい、ま、ニックネームばかりですね、要するに飛び抜けてすごいということなんでしょうね。そうでしょうね。あの外国のあちこちでですね、いろんなチームの間でもやはり評判になってましてですね、彼女のジャンプにはすごい定評がありますね。あトリプルフリップです。これは世界選手権クラスのですね、男子の選手でもめったにやりません。あそうですか、はい、素晴らしいですね。よく飛びますね。このスピンがまだ速いです。これも彼女独特の終わり方なんですが、場内から大きな拍手です。日本のエース、これから世界のエースを目指すわけですからね。そうですね、もう体全体がバネみたいですね、はい、それも大変度胸がいいですね。そうですね、今放送席の前でね、滑り終わって何か言ったらちょっと聞こえなかったんですがね、これですね、これはトリプルフリップ1回、はい、2回、3回転、はいはい、これはシニアの世界選手権の男子の中でもですね、飛ぶ人ってのはほとんどいないんですね。それほどやはり難しいジャンプです、うん、今ね、ちょっと待ってくださいと言ったそうですがね、疲れてるから一呼吸置いてというのがもう出てきました ね、 ね、
頑張りますね。結構長いですね。そうですね。まるでもう本当に弾丸のような滑りです。うわあ、すごい、すごいですね。頑張ります。いや、素晴らしい。すごいですね、花束が。本当ですね。氷の上にぬいぐるみまで飛んできてますね。本当ですね。